木曽谷。木曽谷、木曽谷、木曽谷とは、木曽川上流の流域を表す名称である。木曽川の侵食により形成された、V 字国上地形が延長約 60km に渡っており、その主線はむね、北北東から南南西の方角沿う。東南方面には、木曽山脈、中央アルプスが、西北方面には、御嶽山系がある。 現在の長野県南西部が主な地域である。地形的には鳥居峠南の木曽川上流の流域を指すが、歴史的には木曽路を指すことがある。木曽谷、木曽谷の表記については木曽を参照。おおむね、長野県木曽郡の全域、上松町、木曽町、奈木町、大滝村、大滝村、木曽村、岐阜県中津川市の一部、三坂まごめ、 山口地区に該当する。資料上の記事は、まず、俗日本気に見え、702年、大宝2年に、木池山道、木曽の山道が、713年、和道6年に、木池寺、木曽の道が開通したとある。木曽の表記は、平安時代末期頃に現れ、源の義仲、木曽義仲の活躍などによって広く定着したとされる。 当初は、美濃国枝郡に属していたが、信濃国と所属がしばしば争われた。旧世紀後半の上岸年間には直命により、朝廷より藤原、阿蘇正則と、強不直通次尾が派遣され、両国の国士と現地に臨んだ。この時の正則らの報告によると、もともと吉祖、小吉、生きるの両村、木曽谷の村落は、美濃国枝郡へ上里の地域にあり、和道6年、 七百十三年に、美濃守竜マロ美濃症状の門部、蓮美たち、美濃大梅の山口、伊美木へ人らがここに、吉池ル寺を開通させた。ここは、美濃の国府、不和軍樽井町府中から十日余りもかかる距離にあり、品濃国のすぐ近くではあるが、もし、品濃国ならば、美濃国氏が、このような遠いところで工事をする理由がないという。この報告によって、朝廷は、木曽谷を、 美濃国と決めた。そして、元行三年九月に、県坂上信と、鳥居峠を境界とし、木ける、大沖けるの所属は、美濃国枝軍に神里と定められたが、平安末期になると、源義仲が、品の国基礎の住人とされたように、基礎谷は、品のという認識が生まれた。上平天行の乱では、基礎谷の警護のため、朝廷から基礎同士が派遣された。 古代末期から中世初期にかけて大滝川を挟んで北側の大吉祖荘、宗方正有漁と南側の小木祖荘、八条陰漁の二つの荘園が資料上に現れ中世中期14世紀頃までその名が見られる。大吉祖荘は品の国、小木祖荘は美の国と書かれる傾向にあった。14世紀までに 北地国の真壁氏が地頭として木曽谷南部の小木曽宗を支配していたが、県部の乱の勲功で、足利高氏から木曽谷北部の基地祖宗を恩賞として与えられた上野国沼田氏が当地に入部すると沼田氏は木曽谷全域へ支配を広げていった。沼田氏は当初藤原秀里の末裔を自称したが、後世、源、吉中の末裔を称して木曽氏と名乗った。 15世紀末には、新たに、基礎層が登場する。基礎層は16世紀前半まで、美濃国として資料に現れる。美濃国エナ軍であった基礎全域が、信濃国になった時期について、新州大学人文学部の山本英治准教授が、大川村の定勝寺の古文書のエコー文の中から、年代がわかる5点で、1491年には、美濃州エナ軍基礎層とあるが、 1515 15年には、シナノ州基ソ層と書かれていたので、キソが美ク国ナ郡から品野国へ移ったのは1491年から1515 15年の間と結論づけた。16世紀半ば頃に統治を支配下に入れた武田信玄はキソ谷をシナノと認識した。キソ谷はシナノの認識が定着したのは、おそらく信玄以後のことだろうと考えられている。 江戸時代初頭になると、全国各地の建設ラッシュに応えるため、木材生産地として開発され、本来の信濃である、長は、奈良井、新江川の三河村、いずれも、信濃川水系と共に1615年、元奈元年、尾張藩に組み入れられた。その後、日の木を中心とする林業が流生した、詳細林業説、明治以降も林業が、 産業の中心を占め続け、交通の相対的な不便さもあって、近代産業の発展は見られなかった。その反面、近代以前の景観がよく保存されており、貴重な観光資源を形成している。大部分を急峻な産地が占めるため工作地は少なく、基礎川沿いの強小な平地に見られる程度である。年間降水量3000ミリメートルという豊富な、 雨量と農費流紋岩類の風化による保水力の高い土壌により、葉樹が生育しやすい条件が揃っており、近世初期以降、尾張藩の経営によって、ヒノキを中心とする林業が起こり、当地の主要産業として栄えた。ヒノキを中心に、競い付きの微林で知られる。近世初頭には、江戸幕府の政策に従って、機内や北陸などの林業先進地から、 多くの蘇馬港が動員され、林業開発が急速に展開した。また基礎側の改作事業が進められ、大量の材木の運送が可能となった。基礎谷は終わり半量とされ、終わり半は林業により多大な収入を得た。近世前期は林材の伐採が著しく森林資源の枯渇が危惧されるようになったため、終わり半は森林保護、伐採抑制政策を進め、 その結果、広大な日の木林が形成されることとなった。明治以降、尾張藩有林は、国有の管理に編入され、基礎管理、1889年、明治22年には、ご両林として、皇室財産となった。第二次大戦後の1947年、昭和22年に、国有林に指定され、林野町の所管となった。その後は、1959年、 昭和34年の伊勢湾台風による被害期の大量伐採などがあったものの、1980年代後半以降の円高に伴う輸入外材との価格競争などもあり、木材の収穫量は長期的な減少傾向にある。美濃国から品濃国を結ぶ位置にあるが、平地に乏しく急峻な地形が続くため、交通の難所として知られてきた。俗に本期には702年。 大宝2年に、キーケル山道の建設、713年、和道6年に、キチケルジの開通に関する記事があるが、古代感動の東山道、キーケル山道は、木曽谷を通らず、美濃から、三坂峠を越えて稲谷へ抜けるルートを通った。キチケルジは、三坂峠付近の東山道が険しく交通が、困難であったために改作されたもので、開通翌年2月の、 俗日本記の記述によれば、工事責任者だった、カサアソンマロ、カサノ、アソミマロ、モンブレンゴ、カドベの村ジたち、山口イミキエヒトラは、吉池イケルジ完成の論考交渉を受けている。吉池イケルジについては、様々な解釈がなされているが、東山道に対する後の基礎炉の前身となる道が、新たに築かれたというのが有力な説で、陶器の迂回路として使われたとの見方もされている。 当時切り株が残され、歩きづらかった、シナノロの様子について、万葉集巻14、東歌の中で読まれている。近世には、中仙道が、基礎谷ルートに設定され、11の宿場、基礎11宿が置かれ、明治以降は、中央再生や国道19号が開通した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。